さんこんにちは、レイナワールドです。今回はズームミーティングとかで使える時のメイクをしようと思います。私の場合は研究室で研究しているので、ただ大学がロックダウンで全然行けないので、ズームミーティングをしようということになりまして、そんなに見えないじゃんということで、いつも使ってる下地がいろいろあるんですけど、例えばディオールのフォーエバースキンとか、これ炎天下でずっと立ってても取れないみたいなやつなんですけど、これは使わない。そしてこちらのブランプアコンチュールっていうイヴ・サンローランの日焼け止めメイクアップベースなんですけど、こっち中心でいきたいと思います。もう手抜きでいきます。皆さんズームミーティングの時の化粧どうしてるんだろう。なんかほとんど見えないし、ほぼすっぴんでいいのではって思ってるんですけど、直接塗ってもうこれで、これだけでいこうと思います。ちょっとパフとコンパクトはディオールのフォーエバーのクッションファンデのやつを使ってはいるんですが、この化粧下地を伸ばすだけでも十分。こんな感じで画面上だとね、全然綺麗に見えると思うので、逆に白くなりすぎないようにしようかなと思います。白くなっちゃうとさ、なんかお化けみたいじゃん。超簡単に終わると思う。もう良くないこれでもう終わりっていう。で、別にパウダーもつけなくていいと思うんですよ。カピカピするし、もうこれだけでいい。ファンデは終わりで、ね、やっぱ血色悪く見えるのはちょっとあれなので、ただ真剣さが欲しいじゃないですか、ミーティングの時って。だから真面目に見えるようにちょっとチークはシュッとした感じで、まあ、ほんのりつけるけど、ちょっと頬骨意識でシュッと見せたいと思います。こんな感じ、まあ、つけすぎなくていいと思うんですよ。薄くほんのり血色感で、こうちょっと真剣にやってますみたいな感じを出すのに、ちょっとシャドウとフェイスシャドウとチークを兼ねて、こうシュッとした感じにキリッと見せようと思います。使ったのはシャネルのチークですこれ本当にいいよ。いつまで経っても減らないから、本当に。ね、10コントラスト67、67番っていう色です。本当に無限に減らないからおすすめです。で、アイメイクはいつもは赤いの使ってるんですけど、赤いのを使わないでいこうと思います。できるだけナチュラルなお色でいきたいと思います。相変わらず使ってるのはこちらのパレット。イヴ・サンローランのセクシートムボーイというパレットになります。で、お色がこんな感じでございます。赤と、ちょっともうちょっと大きく、あ、こんな感じでキラキラとレッドとキラキラで白目のもので、こっちの3色ぐらいを使って、で今日はこの色を使おうと思います。目頭と目尻につけていきたいと思います。本当に立体感を出すためにほんのりで大丈夫だと思います。ラブミーティングですね。で、目頭と目尻につけて真ん中をぼかす、こう目を仕上げてみました。両目、目頭にこの茶色をスッと乗せて、で全体的にこうぼかしていくという感じです。
対側の目も前パレットでスッスッと塗ってこうぼかしていく。真ん中だけぼかすと結構真面目な感じの目になります。で目尻は少しだけこんな感じかな、少しだけで一応涙袋も描くのでこの紫を少しだけ乗せていきます。スッスッスッ、紫をこの涙袋に沿ってスッスッと描いていきます。でこの薄茶色を本当にちょっとだけ取ってこう涙袋の下にうっすらと影を描きます。そうすると結構目力が出ます、効いてますよみたいな。でこのまつげね、今回はアイライン引かないでまつげだけでいこうと思ってます。付け根から真ん中、さっき3段階で上げます。そうするとこんな感じで上がります。でもう一回根元、中盤、先、3段階でこんな感じでバッチリ上がります。すごいでしょ、これメイクさんに習ったでこれにデジャビューのキープスタイルのやつ、上げてくれるタイプをつけていきます。すごい自然に上がるでしょう、いい感じ。で根元を震わせながらスーッと引くっていう風に教わりました。こんな感じで根元からスッ、根元からスッ、まあこんなもんでいいと思います。で下まつげも少しだけ、少しだけね、下まつげは少しだけでいいです。で最後に眉毛、これが大事だ。真剣さを生み出すには眉毛が一番大事なので眉毛を描きます。口から口の先から目の延長線上が眉山になるのでそれを意識してしっかりと眉山描いていきます。で始まりは目頭のちょい前ぐらいが最近自分の中で流行ってます。その方が優しく見えるからね。けど真剣さというかちゃんと効いてますよ感を出すためにこうしっかりと眉山を描きます。そうすると目力もアップするので、ズームミーティングだとどうしてもぼやけて見えちゃうので、こんな感じで良いんじゃないでしょうか。見せたい時はこんな感じですね。反対側もやっぱり眉毛で顔決まるのでしっかりと眉山を作って、下の方もしっかりと描いてシュッと下ろす。ここですね、眉山よいしょ、こんな感じで。こんな感じでちょっと真剣に見えるメイクできました。いつもとちょっと違うでしょ。で口紅は本当に薄いやつでよくて、私が使ってるのはサンローランのカラーバーム、これは2番のお色になってます。これすごく使いやすいです。最後の仕上げで血色感を本当に足すぐらいでいいと思います。いつもだとね人中短くするとかいろいろ意識するんですけど、とりあえずこの唇の中心を塗ってそこからぼかしていくみたいなイメージで全然大丈夫です。こんな感じで生きてますよみたいなぐらいでいいと思います。
心配されないように、こんな風にすると割とキリッと見えると思います。で最後に髪の毛、ちょっと今回はカールがうまくちょっとできているか不安なんですけど、ちょっと透けさせるくらいでいいんじゃないかなと思ってます。髪がこっちだね、晴れてくれるかな、ちょっとこっち流したいな、感じでちょっとキリッと仕上げてみました。いかがでしょうか。ラボミーティングの化粧はこちらでいきたいと思います。皆さんもちょっとキリッと見せたいときは眉山をしっかりで、アイラインとかはなくてまつげだけでちょっとナチュラルにやってみてください。それではまたね。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。よろしかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。